当院は昭和56年に臨床研修病院の指定を受け、当初からスーパーローテート方式を採用してきました。患者さんに対して家族のような愛情を持って接し、常に幅広い知識と技術の習得に励み、他のスタッフと協調しつつ医療を実践できる研修医を育成することを目指します。当院では教育研修部長塩尻先生が中心となって病院全体で研修をサポートいたします。本当にどうやってしのいだろう。別に感じるかもしれないし、もちろん逆に MRI のビジョンと今こうやってさ、キーワード化すると少し精神を、はいね、それで腎臓悪くなるとも思えないけどね。まあ、この病院に見学に来た時に、研修の先生方がやっぱり第一線でこの病院の診療に当たっているということですね。で、患者さんとやはり担当医として、毎日向き合われていると。で、それをサポートする、上級の先生方が常に後ろでバックアップをしてくださっているというのは非常に魅力を感じました。さらに外来のそういう診察とか問診をもうちょっと経験したいということで、この病院に内科の3年目として、今残って研修をさせていただいています。初期臨床研修医2年目の川崎先生です。現在塩尻先生のもと総合診療内科で研修医として働いています。問診から鑑別診断を絞り、予想される身体所見を議論し診断に迫る総合診療内科が主催する2年次研修医向けケースカンファレンスです。指導医が症例を提示し、シートを埋めながら診断過程を学びます。よっぽどだよね。扁桃腺の横で口開けられる。開口障害くんだと、ここの開口する筋肉に及ぶってわけで、学科の及ぶ特徴的な開口障害を起こすのは、この頸部周囲の及ぶの中で陰毛でも咽頭側壁でもなくて学科ですよね。ここの及ぶの時には口が痛くて開けられないですよね。総合診療部の塩尻先生ですね、病歴を取ることの面白さ、あとはそれと身体診察の面白さですね、それはやはりすぐ救急外来で役に立つっていうのを毎日経験しながら、この病院で研修2年間終えました。で、入院の2日前の夕方に再診、この時も8度6分の発熱です。髄膜炎もどっちかというと三角から×に近い気がないかな。 VT は二元論を唱えないとちょっと無理っていうのかな。そうすると椎体炎、細かい脳用、深部脳用、胃痛部ぐらいですかね。丸とは言わないですね。そうですね、赤い痛ぐらい。これどれも三角、すごくこれっていうのは外脳用はこれはフィジカルで難しいかもしれないね。髄膜刺激症状はないし、ないと。イボールで効果をちょると、ないと。研修の上の先生もそうですし、上の部長クラスの先生まで、コメディカルの方も含めてですね、いろいろとにかく教えてくれるんですね。自分が困ったことを自分で認識して、それを疑問に思って相手にぶつければ教えてくれるっていう、そういったやっぱり環境で自分ができるっていうのはすごい恵まれてるなというふうに思ってまして、思う存分研修医を1年間やってきて、いい環境で楽しませてもらってるなと思います。研究室には研修医をはじめとした約120名の医師が机を並べています。研究室の一部は医局ラウンジとなっており、休憩場所として利用されています。この病院の臨床研修で手に入る宝物の中には、
共に学ぶ仲間もあります。肘をやって押しながら下押しながら、同期は話しやすいのはもちろんなんですけど、先輩がこんなにも話しやすいものだというのは思っていなかったので、本当にちょっとしたことでも相談に乗ってくれて、一緒に患者さんのところまで来てくれて、一緒に悩んでくれてっていうのは本当に助かりました。アットホームな感じで相談に乗ってくれるだけじゃなくて、一緒に飲みに行ったりとか、一生もののつながりなんじゃないかなと思ってます。初めてここに来て会った者同士なのに気が合う仲間ばかりで、みんなで合宿生活のように寝食も共にして、一緒に研修に励んでいけているというのはすごく毎日充実していると思います。うちの病院は2年間でどういうふうに来年2年終わった時に、自分なりにどういうふうになっていたいかというプランをですね、持ってくるといい研修できるんじゃないかなと思うんですよね。チームワークはおそらく研修は決して楽ではないので、そういう同じ辛い時とか苦しい時に助け合えるような雰囲気が、昔からあるんでしょうね。誰かくじけそうな時に助けたりとか、そういう一体感っていうのはあるのかもしれないですね。それは伝統ですかね。最小限の研修として責任感っていうのはね、あった方がいいと思いますね。自分がやっぱ患者さんを見るんだっていう人としての良心を持った責任感ですね。もちろん自分で責任持てる範囲っていうのは研修医だから狭いですけど、最初から持ってる人もいれば2年間で身につく人もいますから、そのキャリア、さっき言ったそのキャリアプランというか、どういうふうになりたいかっていう目標と同時に、この2年間の間にそういう、医師としての責任感っていうのが、最初から持ってる人も持ってない人も最終的にはつけばいいのかなと思いますけどね。非常に重要な、人としての 社会人としての責任感、良心に恥じない責任感っていうのはあったと思いますね。はい、うちの病院で初期研修から上がってきた人たちが非常に多いんですよ。で、自分たちがスキルアップするためにやはり教育がないとダメなんだねということをもうみんな共通の認識の人もやってますからね。カルチャーがあるんですね。これね、初代の院長村橋先生が非常に大事にされてましたのでね。村橋先生は常にその教育のない病院には発展はないというふうな、ウィリアム・オスラーの言葉をいつも言っておりました。お経みたいに。私の感覚としては、やっと自分の居場所を見つけられたなっていう感じがします。自分が勉強しながら、同時にそれを人に教えていくっていうのを、みんなが実践しようとしているこの病院の雰囲気は本当に僕は大好きです、実際に足を運んでそこにいる働いている人たちと同じ空気を吸って、自分に合ってるなって思ったら、それを選ぶのが一番なんじゃないかなと僕は思います。毎日楽しいです。今の、自分があるのは本当に朝日中央病院の研修のおかげだと思います。